偏差値50代高校の生徒が受かるような気になってしまう広島大学、岡山大学の罪、えー。決してこれは広島大学や岡山大学が悪い大学であるとか、何かその悪く言うつもりは一切ありません。問題は、今回これはですね広島県と岡山県の偏差値が50ぐらいの県立高校の生徒向けの動画という超マニアックなマーケットでございます。で まあ何が言いたいかというとですね、広島県や岡山県に住んでて、その県立高校の3番手、4番手ぐらい、偏差値が54ぐらいの高校にいる生徒がですね、広島大学や岡山大学に入れるような気になってしまうというところが問題であるという話ですね。ということで始めたいと思います。どういうことかっていうと、その、 中国地方って旧帝大がないわけですね。名古屋大学とか東北大学とか九州大学みたいなのがなくって、そうすると各県にある国立大学、島根大学とか鳥取大学とか山口大学と同じように、岡山大学や広島大学ってなんかちょっと頑張ったら入れるんじゃねっていう、えー、雰囲気を醸し出してるんですね。くれぐれもこれは大学側の責任ではありません。そうなんですけど、入れそうっていう。 この、入れそうと受験生に思わせてしまう。それは全国の受験生ではなくて、地元の受験生に対して、それによって、現実に受かる子はいいんですけど、手が届かないにもかかわらず、入れそうだと思ってしまうというところが、非常にやばいなと。これ、旧廷大だと事情は違うんですね。名古屋の高校生で、名古屋大に全員入ろうなんて思っちゃいないわけですね。ぶっちゃけ無理。これは、えー、九州大もそうだし、東北大もそうなんですね。ところが、 名古屋大学や九州大学と違って、岡山大学や広島大学って入れそうなんですよ。いや、実際にはそんなことないんですけどね。入れそうじゃんみたいな。そう思ってしまうことは大変に危険です。で、しかも岡山大学って3割推薦なんで、一般選抜で入れなくても、推薦なら入れるんじゃね入った人いるし、みたいな幻想をばらまいてしまうんですね。 でも、実際にはこれらの大学っていうのは、全国的に見ると、河合塾曰くブロック大学で、宮廷大に次ぐ難易度なんですよ。熊本大とか新潟大とか金沢大。ちょっと僕、九州疎いんで、熊本大の事情はわからないんですけど、新潟大学に関して言えば、新潟県の,その学力的に真ん中ぐらいの高校生もみんな、新潟大入れるんじゃねっていう幻想をばらまいてるのは事実。しかも、推薦多いし。で、割と金沢は諦めてます。 金沢は無理っていう場合あの、北陸の高校生は、はい、富山大、福井大って行けるんで、意外に金沢大は無理だっていうのが分かってる。で、他のブロック大学である、名古屋工業大、大阪公立大、横国、つくばは、えー、難関だってみんな分かってて、初めから目指さないんで、話題になりません。で、今回は岡山、広島です。この、岡山大、広島大、入れそうという勘違い、非常に危険。 現実問題としてすさまじく難易度は高いわけですよ。あの、受験に詳しい人はみんな知ってるんですけど、問題はその、広島県、岡山県に住んでて、しかも上位高校ではない。これ、上位進学校だと、実力分かってきますから、まず、広島大、岡山大では満足できない受験生は、まあ、旧帝大に行くと。で、広島大、岡山大、現実に狙える受験生は当然目指す。で、上位進学校だと、 現実的に広大、岡大無理ってなると、香川大学や愛媛大学や山陰地方を目指すんですが、この今話題にしている偏差値50ぐらいの高校だと、その香川や愛媛は通えないから無理とか意味のわからないことを言い始めるんですね。で、なぜかずっと模試がいい判定なのに広島大、岡山大に入れると最後まで思い込んでいる。すごく危険です。現実的には香川大とか愛媛大とか、 鳥取島根を目指すべきだと思うんですよ僕はところが、このもう本当怒んないで聞いてほしいんですけど、学力の低い高校の生徒に限って、第一志望だけ病っていう病気にかかってます。あとこれは私が公演に行った奄美大島とか石垣島とか秋田県の山奥みたいな離島とか僻地の高校、そもそも大学受験の情報が少ないんで、東京都立大とか横浜国大とか千葉大とかを発見してしまうと、惚れ込んじゃって、私、僕、僕、 その第一志望の千葉大や横国に受かるんじゃねえのみたいな。で、一切落ちた時のことを考えないんで、中期日程も後期日程も私立も探さないというですね、めちゃくちゃ危険なんですよ。ぶっちゃけ受かんないじゃん千葉大や広島大。なのになぜか入れるって思い込んじゃうし、進学校の生徒みたいに自分の実力を正確に把握してないんですね。ものすごく危険です。 皆さんの高校から入れてないのになぜか自分だけはいけると思い込んでしまうではっきり言えば共通テストで積む共通テストで広島大学、岡山大学、千葉大、横国、金沢大足切り食らって終わりところがなぜか入れると思い込んでいたためになんせ中期日程も後期日程も受けないそしてなぜか、えー、私立大学は学費が高いからダメと親が言ってるんですかねもういいじゃないですか広島県内の私立大学いっぱいあるでしょで しかもこういう人に限って推薦受けないんですよ。なぜならば、岡山県に住んでるから岡山大、広島県に住んでるから広島大入りたいだけですから、推薦で岡大や広大や公立大学を総合型選抜や学校推薦型選抜で PR できるようなすごいことも特にやってません。下手すりゃ町おこしとかお祭り参加とかボランティアとかですね、あの、行ってるだけで、推薦で行く実力もない。で、一般選抜で行く力はもちろんない。 ということで、えー、その、全然まあ勉強もやってこないで、推薦のネタもないという状態で、はい、共通テストで、さようなら広島大、岡山大という状況なんですが、その、じゃあ、だめだったらどこ行くかっていうことも考えてないわけですよ。通えないから愛媛や香川や鳥取島には嫌だとか言ってですね。で、いきなり私立大になるならまだマシで、こういう生徒は、他の大学のこと全然考えてないんで、ダメだったら専門学校とかですね。 ダメだったら就職とか言い始めるんですねで。しかも就職って言ってもどんな企業がいいかって考えてないんで、公務員、広島大学や岡山大学に共通テストで受からないから、高卒で公務員になる、市役所は入れてくれる、そんな人は市役所もいらない。そうでしょう、岡山大や広島大の法学部来た出た人欲しいわということで、あのー、広大、岡大、だめだから公務員とか、正直あの、僕が言ってるんじゃなくて、雇う側からしてなめんなよと。 君何にもできないじゃんで高校のランクが悪いっていうつもりはないんですけどそ,のそもそも有名高校入ってない時点で学力の点で大きく劣ってるものをじゃあ勉強して頑張るのかとでさらに2番手進学校なんて推薦で岡山大とか打ちまくるのにそういうこともやってないわけですね。 これはやらせてない高校側の責任も重いとは思いますけど、結局皆さん先輩たちが毎年毎年、広島大岡山大入りたい、共通テストダメでした、さようなら専門学校就職っていう人たちが、毎年毎年積み重なって繰り返されてて、あなたもそうなります。ところがですね、自分だけは入れると思うんですね。現実に年に数人ぐらい入れてる子はいるわけですよ。あなたがそうなるかどうか何とも言えない。一般的に考えたら無理だ。ということで、 その広島大、岡山大になんとなく入りたいっていうだけで、一般選抜の点数で入れる上位進学校の生徒ならまあそれでいいですよ。はっきり言えばあなたは入れないわけだから、まあ、入れるつもりで最後まで勉強は頑張るんですけど、まず中期日程ちゃんと探しましょう。はい。新見公立大健康科学部、下関私立大行きましょう。また、中四国にこだわらず全国どこでも行きましょう。名古屋の高校生は全国どこでも行きます。で、えー、理系の場合も山口東京理科大薬学部、 岡山県立の情報工学。三条一律だろうが行く。さらに、岡山大、広島大より入りやすい後期日程の大学はちゃんと探しましょう。現実に岡山大、広島大入れないことに自ら気づくのも賢さなんですよ。ということで、まあ、人文系だったら、そうですね、どこ行こう熊本、鹿児島山口大学行こう。あるいは北九州市立、愛媛、島根、徳島、神戸市外大の夜間。 鳥取大。で、岡山大教育、広島大教育なんてむずいの分かってるんですから、香川大、鳴門教育。そういう大学なぜか全く調べてないかバカにしてるんですよ。で、ダメだったらもう私立か専門学校か就職っていうね。あなた方は情報戦で負けてるんですよ。あなた方の学力が低いみたいに言うつもりはありません。情報戦で負けてるんです。皆さんより一つ上のランクの高校で、やっぱり広島大、岡山大受からないっていう人は、香川大、山口大、北九州私立大。 人によっては兵庫県立、兵庫県立はむずいかな目指すわけですよ。理系はもうこの辺りの高校になってくるとかなり減ります。そうはいえ、理校の医療系であってもちゃんと探しましょう。岡山大や広島大の医療系の学部なんて簡単に入れるわけないじゃないですか。というふうに、 あの悪く言うつもりはないんだけど、皆さんは学力だけじゃなくて、そもそも推薦で入る力も足りないし、情報戦で負けてるんですよ。そのことによって、岡山県、広島県の偏差値50ぐらいの高校生が憧れながら結局無理でしたっていうのを繰り返している現状、見るに耐えません。まず、自分の実力を正確に把握する。一般選抜で広島大、岡山大入れないんだったら、近隣の公立大も探す。必ず、 高校時代に何かを頑張って年内の推薦で国公立受けるダメでも遠い県ダメとか言わないで香川や愛媛や北陸山陰九州ちゃんと探す私立大学もお金がないから無理通えないから無理って親に言われたんですかはっきり言って皆さんより上の高校でも広大無理だったけど広島修道入って公務員になった人いるわけですよ。 そうやって頑張ってる人と、広大無理だったから高卒公務員って言ってるあなたでは、そもそも公務員として優秀かどうかっていうことを考えてほしいんですよ。ということで、皆さんを悪く言うつもりはないが、このままでは勝てない。広大、岡大は入れないし、下手すりゃ県立大も入れないし、香川大も入れないし、広島修道も入れないし、じゃあ専門学校行くので、高卒で公務員になれるのっていう時に、正直、その、もう本当、見るに耐えないので、 ちゃんと自分で考えてください私例えば現実的に広島県岡山県に生まれたら僕は岡田広大は入れないです一般選抜の学力はないですでもその上でじゃあ自分はどこ行くかですよねまず僕が広島岡山に生まれたらやっぱり次第に行っちゃうと思うでもそれは広島修道行くんじゃなくてちょっと東京行って一山当てたいからニット駒船とかまあ関西なら近大とか寛大とかを目指しますが 高校側は国公立いけっていうに決まってますから、鳥取、島根、尾道市立、福山市立とか目指すと思う。とにかく、広島大、岡山大が好きなのは分かるんですけど、ほとんど入れてない高校にいるっていうことを自覚して、ちゃんと対策を立てないといけない。あなたが思ってるほど、広島大、岡山大は入れません。ということですね。で、やっぱり高校側がちゃんとそれ分かって対策してほしいなと。くれぐれも広島大や岡山大が悪い大学だと言ってるわけじゃないんですよ。 でも、面白いことに、名古屋大や九州大のような、宮廷大だから無理っていう、そういうこう、なんか、縛りがないがために、なんとなく広島県、岡山県に住んでるだけで、広大、岡大に入れるって、みんな思っちゃうっていうのは、大変罪深いなという話でした。頑張ってください。